ウィンフィクサーとは、インターネット上で蔓延しているマルウェアの一種で、あたかもコンピュータ内の問題点を修正するかのごとく、広報を装って、偽の警告を行う不審なプログラムのこと。ワイネンチュウイルスもしくは、エアセーフとも呼ばれる。また、同種のマルウェアにシステムダクターやドリブクリーナー、マサーチなどがあり、最近では、虚偽監視やハドドライブなどという新種まで出ている。 このプログラムは警告ダイアログを表示し、ユーザーのコンピュータがウイルスやスパイウェアといった有害なプログラムに感染しているという偽の情報を流す。この表示でユーザーを混乱させ、感染を信じさせた上で、このダイアログを通して強制的にユーザーのコンピュータ内にインストールされる。また、ダイアログの他にもユーザーに対して広告を表示するウィンドウを開き、 コンピュータの調子が悪くなってしまったのだと納得させるような掲示を行ったり誤った診断内容を表示したりする。このような挙動から WinFixer よび類似のアプリケーションはスパイウェアもしくはマルウェアであるとみなされている。ただし、こういった詐欺的ポップアップ表示とそれに伴う強制ダウンロードというのは多くのスパイウェアに見られる上等手段である。また、 このプログラムに感染するとコンピュータの動作が重くなるといった被害を受けることがある。WinFixer によるダイアログメッセージの例。WinFixer はこのような表示を行うが、実際には表示された行為を一切行わない。WinFixer には下記の種類が存在し、その他にも複数の種類が存在していると思われる。コンピュータに WinFixer が感染する経路は、 複数存在するが、インターネットエクスプローラーを使用している場合に、最も被害を受けやすい。文字ら Firefox や Opera などの他のブラウザである場合、IE よりは感染しにくいが、感染しないとは限らない。また、しばしば光学ドライブが停止することがある。IE を使用して、ウェブサイトを閲覧中、WinFixer をダウンロードさせようとするページにアクセスした場合に、 WinFixer をインストールするように誘導するダイアログが表示される。ユーザーが OK ボタンを押した時だけでなく、キャンセルボタンを押した時、あるいはウィンドウ右上の×ボタンを押してダイアログを閉じようとした時でも、WinFixer は自身をダウンロードしてコンピュータ内部に侵入しようとする。この警告ダイアログは IE のダイアログボックスであり、Windows タスクのマネージャリストの中に現れない。 この場合、ALT キー F4 キーのコマンドを使用するか、またはダイアログを閉じる前に、インターネットから切断することにより、この問題を避けることができる。無料体験版をインストールするように促す、ポップアップを見て、体験版をインストールしてしまう被害がしばしばある。体験版をダウンロードして、インストールした場合、ウイルスが検出されました。隔離。 駆除には製品版を購入してくださいという趣旨のメッセージを出す。しかし実際にはこのプログラムはウイルススキャン自体を全く言っていない。WinFixer プログラムがインストールされた場合アンチウイルスソフトウェアを使用しないと除去ができない。駆除するまでの間スクリーン上に購入を求めるウィンドウが現れる。ブンドというトロイの一種によるダイアログ表示で一般的に シスプロテクトと呼称される。このトロイはサンジャバ1.4以前の脆弱性を利用するのが上等手段だが必ずしもそうであるとは限らない。ありがとうございます。